キックマスタートレーニングレベル7をやりたいと思います。ダイレクトでデッグタッチで返して、これをダイレクトレベル7チャレンジしてみてください。こんにちは、キックマスターの上船敏夫です。本日はですね、キックマスタートレーニングレベル7をやりたいと思います。よろしくお願いします。レベル1からレベル5までは一人でできるようなトレーニングになっております。レベル6からはレベル5までクリアした人の2人組でできるようなトレーニングになっております。今回レベル7もですね、2人組でやるトレーニングになってますので、レベル5までクリアした人、そしてレベル6もクリアした人とぜひチャレンジしてみてください。よろしくお願いします。では早速やってみます。ルール説明からします。まずですね、壁に当てるのはダイレクト。ダイレクト当てて2タッチで返して、これをダイレクトで、2タッチで返してダイレクト、2タッチで返してダイレクトっていう流れになっております。では早速10回できるようにやっていきます。お願いします。オン。ではノーカットでやっていきますので、よろしくお願いします。いきます。今1だけ、1 2 3、相手にですね、ダイレでやりやすいボールを出すことが、これは大きなポイントになります。ではいきます。1、これは上のネットはキックマスターフィールドのこの上のネット、網当たったらもう終わりにしてます。10回いきます。いきます。1 2 3 4 5、あー間違えた、ダイレクトだった。初めてのトレーニングです、これ僕たちも。いきます、10回いきます。1 1 2 3 4 5 6、8 9 10、キャッチクリアです。難易度は高くなってますが、ぜひ皆さんレベル6までできた人とレベル7チャレンジしてみてください。ありがとうございました。